アコギルク工場委員会マクタノサです。明けましておめでとうございます。今回はですね、僕が今まで弾いてきた中でも弾けたらかっこいい曲を集めてみました。で、注意してほしいのはですね、弾けたらということなんですよ。弾けたらの中にはたくさんの意味が込められてて、間違えずに弾けるか、テンポにばらつきがないか、音量はちゃんと出てるか、直接誰かに聞かせるなら聞いてくれている人のコンディションは良いか、動画なら画面が暗すぎないか、ボケてないか、音質はどうか、変にキンキンしてないかと、他にもね、いろいろな条件をね、クリアできてからの弾けたということになるので注意してくださいね。しっかり練習して弾けるようになってください。でね、ギターがね、なかなか弾けるようにならないなと、上手くならないなと悩んでる人たくさんいると思います。最初の頃を思い出してみてください。全く弾けなかった頃に比べたらね、かなり弾けるようになってると思います。 F コードにね、挫折してしまったこともあるけど、挫折してしまったこともあるけど、今ではね、新しい F コードに関する F コードはこうやって弾けみたいなね、動画が上がったのを見て、 F なんてすぐ弾けるよなんてね、鼻で笑ってると思います。なんでもね、少しずつ上手くなっているはずなんですよ。だからつまずいたらね、立ち上がって歩き出しましょう、走り出しましょう、うんこ漏れて鼻血出すまで練習しましょう。では2021年もアコギルク工場委員会をどうぞよろしくお願いします。バイバイ。